ここは笹山市の川北集落。この地に丹波黒大豆の匠として認定を受けた山本博和がいる。山本は毎年農業実習生を受けている青農家だ。今年も一人の学生を受けることになっている。兵庫県立農業大学校は加西市にある。学生は寮で生活しながら農業技術や農業経営学を学ぶ。最終学年には農家に派遣され体験学習が義務付けられている。9月の初め、派遣される学生と受け入れ農家との対面式が行われた。学生と農家の間で自己紹介も行われている。丹波笹山から来ました山本農園の山本です。竹村もよろしくお願いします。山本は派遣学生竹村を迎えた。期間は40日間である。初めての体験実習に竹村は少々不安の様子。この時山本はこの子は大丈夫かなと漏らしていた。山本は仕事の始めには必ず機械の扱い方を教えている。竹村の作業は少しぎこちないが草刈り作業をこなしている。笹山の9月上旬は稲刈りが最盛期だ。竹村はコンバインで刈り残った稲株を刈り取っているが、どうもぎこちない。一人だけで作業をし、余計な話はしない。これから先の実習が案じられた。食事時も家族と共に食べることがなく、話し合うこともしない。山本は我が家に馴染んでくれるかな、実習に根を上げないかと悩んでいた。この日は馴染みある高校生が来た。山本は若者同士で話し合うことだと考えて、二人で実習の話をしておくようにと指示していた。山本も頃合いを見て話し合いに加わった。竹村とは生活面や実習について率直な話をしたという。そして山本は言う。将来の人生についても的確な指導ができたよと。山本が加わった話し合いは功を奏した。次の日から実習態度が変わってきた。竹村は今まで見られなかった活気がみなぎる明るい顔だ。山本はこの姿を見て安堵したという。いよいよ笹山は丹波黒の枝豆シーズンだ。枝豆作業は機械を使うことなく手作業である。腰を曲げての仕事は体力を消耗する。竹村も大変だ。山本は果実実習の指導をしていたので、朝方に作業内容を指示し、あとは竹村の自主性に任せている。一日の作業は予想以上に進んだ。竹村も指示された仕事に精魂込めて精一杯頑張っている。後半の実習は枝豆の出荷作業に充てられた。竹村はすっかり試作業にも慣れて手先もよく動いている。周りの人は竹村世代とは異なるお年寄りだ。それでも竹村は仕事の合間に
お年寄りと明るく雑談もするようになった。作業員の中に経験の少ない若者がいる。竹村は枝豆の煮作りを若者に教えている。いつの間にか枝豆の技を習得していたのだ。立派なものだ。竹村には苦痛の日もあったが、今は喜びを感じている。今日で実習も終わりだ。何かを考えている様子。はい、頑張ります。頑張ってね。はい、はい、ありがとう。これからまたね、はい、頑張って、はい、寂しいになります。もうちょっと落ちてほしいようにあるけどね、はい、何でもできるんだけどね。よう頑張ってください。ありがとう。ありがとうございました。本当に、はい、お疲れ。短い間でしたけど、はい、お疲れ様でした。もう地区指導していただいたおかげで、自分の至らない点などを改めて確認できたので、まあ、これからも少しずつ少しずつですけど変わっていけたらなって思いました。今までありがとうございました。